結構知られてなかったりするのが、ラスベガスが、砂漠の真ん中にあるっていうことなんですよね。意外な、感じに思う人がいるみたいで、実際に行ってみるとですね、まあ本当にだだっ広い砂漠の真ん中に、まあ夜とかですね、近づいていくと、ネオンで分かりやすいんですけども、まあきらびやかなですね、別世界のような、大都市がですね、だんだん近づいてくるんですよね、真っ暗な砂漠の、遠方に。で、まあその迫力っていうのは結構、まあすごくて、まあ実際その街に入ってしまうと砂漠だったことも忘れてしまうようなですね、まあロケーションですね。まあこういったラスベガスとかですね、アメリカ、まあ各地、自由に、旅をですね、しながら、まあ稼ぎながら旅をする。まあこんな自由を手に入れたいあなたはぜひ、動画の下にある概要欄の方からですね、ページの詳細をご覧いただければなと思います。